上京区役所の中で行われている共用の節句展を見てみます。菊の森花です。そして菊酒のセットです。川端紙もございまして、菊の花の上に着せ綿をしたお菓子もございます。そしてこれは桃とせびなと申しまして、100歳にそれぞれなったお大師様とのセットですね。これが展示されるわけでございます。これがみな9月9日共用の節句の日に飾られるわけでございます。この菊は菊の花の上に着せ綿と言いまして、菊につく露を綿に染み込ませて、その露をいただくと享受になるという、そういう言い伝えもあるわけでございます。これが着せ綿でございます。そして共用の節句にちなんだこのような飾りも用意されています。共用の節句、京都で育まれたものでございます。これを学んでみたかったわけでございます。